はい、MKツの寿司です。今日なんですけども、今日付がね、9月23日、水曜日になりました。それでね、水曜日と言ったら、なんだかわかりますよね。はい。そうです。日向坂46ファーストアルバム、日向坂の発売日になります。でね、僕は早速、午前中にですね、買ってきました。ということでね、タイプ A と B 買ってきました。ちょっとね、予算の都合上ね、ちょっと通称版は買えなかったんですけども、はい。でね、この日向坂なんですけど、僕はタワーレコードさんの方で買わせてもらったので、ポストカードがついてきました。このタイプ B のね、カバージャケットの、写真になっております。これが当たったんで、めちゃめちゃ嬉しいですね。はい。早速なんですけども、中身の方、確認していきたいと思います。なんかフォトブックが入ってるらしいんですよ。まずね、タイプ A の方。そうなんですね。フォトブックと、この中にはね、スペシャル応募券が入ってて、まあね、そのね、内容っていうのもね、発表されたんで、ちょっと、動画の後半に、どういう内容かっていうのをね、説明していきたいと思います。まずはね、中身の方を確認したいと思います。じゃん。で、今開けたんですけども、これがね、これもなんかポストカードみたいでいいっすよね。で、ここにフォトブックが入ってますよ。まずこれがね、日向坂スペシャルライ、スペシャル応募券、抽選券が出てきました。はい。ここにですね、この日向坂のこの歌詞カードといいますか、あって、こんな感じで中身があります。で、こちらがね、フォトブックとなっております。ちょっと中身の方はね、各自買ってみてください。ちょっと、自分だけ今見させてもらいます。いや、新鮮な表情っすよ、みんな。なんか素の表情の方が多いですね。いやいや、でも宮田真奈さんはこれやってますね。このね、ジャケット撮影の時のなんか、ほんわかした、撮影の裏側の感じがね、またたまらんですね。ちょっと今、ざっと見終わったんですけど。で、こちらになんですけども、まずこちらが入ってる曲の方なんですけども、このね、タイプ A の方には、CD として、オーバーチュア、あざとかわいい、青春の間、ドレミソラシド、この夏をジャムにしよう、キツネ、そんなことないよ、こんなに好きになっちゃっていいの、キュン、本当の時間、マイゴッド、ダッシュ&ラッシュ、誰よりも高く飛べ、2020年バージョン、日向坂、ジョイフルラブがね、曲として入ってるんですけども、まあ、新曲で言いますと、この夏をジャムにしようが入ってますね。ブルーレイの方はね、デビューカウントダウンライブ、イン横浜アリーナ。でね、後でちょっと DVD の方も見ていくんで、続いてタイプ B の方、開封していきたいと思います。はい、開きました。でね、こちらにもね、フォトブックが入ってて、ちょっとジャケット、さっきよりもね、さっきのやつよりもちょっとサイズがちっちゃいんですけども、こちらのね、フォトブックの方をね、最初見ていきたいと思います。はい。ざっとなんですけどね、またじっくり見ていきたいと思うんですけど、でね、こちらに CD の方入ってて、で、こちらにもね、はい、番号見せられないんですけど、シリアル番号がここに書いてあるんですけども、こちらにね、スペシャル応募券の方が入ってるって感じですね。はい。で、こっちに入ってる曲なんですけども、オーバーチャードレミソラシド、なぜ、ノーウォー、インドフューチャー2020年バージョン、ただがむしゃらに、あざとかわいい、ケージ、どうして雨だと言ったんだろう、川は流れる、こんなに好きになっちゃっていいの、キュン、そんなことないよ、キツネ、青春の間、ジョイフルラブ。ってことで、まあ、新曲だと、ただがむしゃらにっていう曲と、どうして雨だと言ったんだろうっていう曲が入ってますね。全部音源解禁されてるし、その Apple Music さんの方でもね、曲がもう配信されてるんですけども、こっちが日向坂としての最初のライブでしたね。はい。これをね、CD、シングル普段買わなくてアルバムは買ったよっていう人はね、この中からね、好きな曲もね、見つけてもらったり、まあライブ映像とかもあるんでね、ライブの雰囲気っていうのもね、楽しんでほしいですね。はい。でね、こっち DVD あるんで、じゃあ早速、DVD の方視聴していきたいと思うんで、もうそこの見たところはカットして、見終わった後までゴー。はい。ってことで、まず最初にタイプ A 今見たんですけども、いやーやっぱね、ひらがなけやきラストライブっていうことでね、まあ改めてなんですけど、ライブっていいよなって。この時期できてないからこそ、そのライブ、まあオンラインライブとかね、やってますけど、いやライブ、ここにね、足を運びたいなっていう気持ちがちょっと高まりましたね。はい。で、最初ね、最初、まあ、オーバーチャーからね、欅坂のオーバーチャーから流れて、まあ、そっからひらがな欅
から始まるんですけども、佐々木久美さんのね煽りっていうのはね上がりますよね。誰とべとかあって、でそっからね 2期生のダンスラック、まあ意外とドキュメンタリーチックというか今までの軌道をね含めた感じで映像がある感じなんですけど、まあそこは自分でちょっとチェックしてほしいですね。ってことで次のタイプ B の、日向坂のファーストライブの方、今から見ていきたいと思いますので、今から見ていきます。はい、次にタイプ B の方を見てきました。はい、最初ねやっぱ解明のところとかね、サプライズのところはすごいグッときますよね。はい、でオーバーチア、日向坂のオーバーチアがねここから始まったんだって感じに なりましたね。で見に行った人はねすごい羨ましいって思いました。はい、でねこのシングル、デビューシングルは特に自分個人的にねカップリングも含めてめちゃめちゃ好きなんですよ。で皆さんにおすすめしたい曲がねフットステップスっていう曲があるんですけど、いやこれがね実はですよ、今回俺買ってない通常版に入ってるんですね。いやーだからこれしくったなって感じなんですよ。でおたけとか、いますけど、あれこうおたけのひいきしてるんじゃないかと、フットステップス好きっておたけのひいきだろって思ってる人もいるかと思います。まあ、確かにね自分の推しはおたけ、高本彩香さんなんですけども、いやそんなこと関係なしにフットステップスはすごいいい曲なんですよ。前向きになれるしね、すごい毎回聴いてます。であとねジョイラですよ、ジョイフルラブ、これもね本当直感的ではあるんですけども、この曲聴くとね、あーこのグループ好きになってよかったーみたいな感情が僕の中ではすごい溢れ出るという感じですね。はい、あとねライブ映像を見てほしいのがやっぱり虹、ファンみんなで作ってる虹がね、お日様と日向坂メンバーが一体になってる感じがね見えるんで、そこのところ見てほしいです。あとね日向坂の日向坂っていう題名の曲がね、まあ、今回アルバムに入ってるんですけどもね、そこ初披露のね映像も見れるんで、そこもね見てもらいたいです。まあめちゃめちゃこのタイプ B に関してはね日向坂の始まりってことですごい長い話してきたんですけども、次になんですけども、イベントスペシャル応募券の方のイベント情報が発表されたんで、そちらの方をねちょっと話していきたいなって、みんなと共有できたらなと思います。はい、でね、ファーストアルバムの日向坂の応募のついてなんですけど、まあとりあえず今日、9月23日、発売日のね午前10時から応募の方がねできるっていうことなんですけども、まあ、まずね2枚、 A と B 買った2枚の応募券、こちらをね利用すると、配信型のねミニライブ、まあ握手会の、全国握手会とかの最初のところでねミニライブやってから握手会になるんですけど、そこのねミニライブっていうのがオンラインで、応募者全員見ることができますよっていうのがまず一つ目の応募となってます。まあ、日にちの発表とかないんですけど1月の某日らしいです。結構先っす。まあでもこれが2枚で、まあ、確実に見れるってやつなんですけども、あともう何個かあるんですけど、その中の一つが、まあ、レプリカ衣装のが当たりますよっていうことなんですけど、実際にメンバーが着用したものと同じ材質だったり同じものっていうのをレプリカとしてプレゼントしますっていうのなんですけど、まあこれがね1枚のスペシャル応募券でできるということで、まあでもねこれに関してはなんですけども、まあ全てのサイズが女性 M サイズってなってるってことで、まあいますけどね握手会場にちょっと奇抜な格好というかそういう人ね、これをねネタとして認知されるために当たった人は着てくっていうのもね、あれかと思います。はい。衣装がね、キュン、ドレミソラシド、こんなに好きになっちゃっていいの、そんなことないよ、あざとかい、キツネ、ドレミソラシドの音符衣装ということでね、どれもすごい可愛い衣装ですもんね。ドレミソラシドの音符衣装は、多分白と、白のベースでのやつだと思うんですけども。で、それが、まあ、各自1名様で、全部で、7着。当たらないっすね、これは。が、もらえますよということで次なんですけど、また1枚応募で、日向坂のアナザーフォトブックですね。タイプ A とね B にフォトブックの方あるんですけど、それとまた違った写真がね秘蔵写真ということでアナザーフォトブックをプレゼントできるよと、まあ1枚で、当たる人数が、500名ということでね、結構これは応募したら当たる可能性高いんじゃないかなと思います。であともう一つ、まあ、これもまた1枚での応募が、まあ、他は全部1枚の応募なんですけど、オリジナル額付き直直筆サイン入りアナログ版サイズのソロ写真ということで、まあなんかソロ写真なんで生写真の
サイン入りみたいな感じだと思います。で、これがね、各メンバー50人が当たるということで、各メンバー50名で、合計で1100名当たるっていうことで、これ応募する人多いんじゃないですかね。で、ちなみになんですけど、僕も2枚買ってて、はい。この、オリジナル、額付き、直筆サイン入り、アナログ版サイズのソロ写真、ちょっと長いんですけど、そちらにね、1枚応募なんで、2枚、メンバーに応募しようかなって思ってます。これ結構当たってほしいなって、まあ、少なからずの希望を持って応募したいと思います。で、あともう一つなんですけども、2021年、直筆年賀状っていうことで、この年賀状が各メンバー1人で5名当たりますよ。で、合計で110名当たるっていうことで、これもちょっと欲しいですよね。年賀状なんてね、その年に1枚しかもらえないですし、その年も1回しか来ないですしね。はい。で、あともう一つが、メンバー直筆サイン入り自画似顔絵ということで、サイン入りの、ま、似顔絵ってことで、なんか、もしかしたらメンバーは、なんか自分の作成したキャラクターとかもしかして描くかもしれないですし、まあ、カトシになったらね、すごい個性的な絵描くと思うんですけども、はい。これがね、当たるのかですね、また、各メンバー5名で110名ってことで、これもね、割と、まあちょっと厳しいんじゃないかな。まあでも、いろんな種類、応募できるんで、まあ、ちょっと希望を持って応募っていうのもね、悪くないかと思います。で、あとは、直筆サイン入り広告ポスターっていうことで、全メンバーの直筆サインが入った、ファーストアルバム日向坂の広告ポスター。全員からのサインがね、もらえるってことで、もう各メンバーに応募しなくても、もうこれがもし当たっちゃったら全員のサインがあるっていう。どこに飾ろうかってなるんですけど、これが30名当たる。まあこれはそうですよね。全員分。まあ、裏のことを考えたらね、メンバーどんだけ、サイン書くんだって、ちょっと大変そうに思うんですけども。で、これ応募期間、一次応募とかあるんですね。一次応募は9月23、まあ、その発売日から、1週間、9月29日の、引き続き変わる前の11時59分までってことで、で、二次応募の方が10月7日、10時から10月13日、それもまた1週間って感じですね。で、第3次の方は、10月21からまた1週間って感じになるんですけども、はい。皆さんね、どれに応募するかなって感じなんですよ。まあ、やっぱり個人的には、応募するのであればね、直筆サイン入りアナログ版サイズのソロ写真っていう。これまあ、ちゃんとサインが入ってるっていうことなんでしょうけど、まあ、これがもらえるのであればね、誰に投稿しようかな。やっぱ高本彩香さんですよね。はい。これに2枚応募して、まあ、結果の方多分当たらないって、まあ、当たる気でいきましょう。当たる気で応募したいと思います。はい。まあ、今回はちょっと揺さぶられるというか、ミニライブも見たいですもんね。はい。ってことで、今回ね、日向坂46のファーストアルバム、日向坂の方をね、買って、ちょっと、ライブ映像も一緒に見て、で、スペシャル応募の説明もしたんですけども、いや、どれもね、やっぱ思い入れがあったり、曲自体、いい曲ばっかりで、何回も聴いていこうかなって感じですね。新曲も含め。で、一緒にライブ映像も見ることによって、やっぱモチベーションも上がりますし、ライブ行きたいってなります。そんな中で、アルバムの方の開封の動画、以上にしたいと思います。これからね、日向坂の活動もっともっと多くなると思うんで、頑張ってください。以上、寿司でした。